です。ズグモヤよ。3月27日。今日の六曜は仏滅。新しくことを始めるわけよ。奇境なしの法事なんかは吉とも言われとる。実感は水のと、風呂を表す影の水。芽を出す準備を始めた状態を示しとる。十二支はい、イノシシやね。影の水。木は枝だけとなり、草は枯れる状態を示しとる。ほんで、十巻も十二支も影の水や境、今日の音用五行は、ひわ。良くも悪くも勢いを増す行けや。仏滅いうは、物が一旦終わる、収まるいう意味やからな。それに、ひわ、良くも悪くも勢いを増すいうのは、さあ、どう解釈できるやのね。まあ、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほな、またねー。